あのどういう形でこう試合に持っていこうとかそういった意識したものっていうのはメンタル的にはまあ結構長くやってるんで自分はこう1週間だけ頑張ったってしょうがないというか試合の,その日にピークに持っていくように自分なりにこうコントロールしてやっていたつもりではあるんですけどこう早く発表もできたし早めに試合も決まったんで過去最高の自分でいきたいなっていう気持ちはすごく強くて。 まあ怪我とか病気とか、本当に細心の注意を払いながら、ぎりぎりのところをせめぎ合ってやってきたつもりではありますね、はい、それではあの競技者としては、今回の試合は一つの、の今までキャリアを重ねてきた中での試合の一つというような、そういったイメージですかそう、まあ、今回が特別というか、まあ、前回、平本選手がやった時もそうですけど、本当にやっぱり勝たないと先に進めない。 っていうのがあの格闘技の本質ではあると思うんですよね。まあその中であのね厳しい相手だとは思うんですよね。クレベル選手がなのでまあこれを勝ってまた自分が先にこう進んでいきたいっていう気持ち。まあ前回の平本選手にした時もそういう気持ちありましたけど、こう前向きな気持ちで取り組んできたつもりではありますね。自分が先に動く展開であの穴をこじ開けていく試合になるっておっしゃったと思うんですけれども。 ここのこじ開けるっというのはあの動くことで隙を作らせるという意味です隙、自分がアクションをすれば何かしら彼はアクションを起こすと思うので、うん、まあそういう反応を見ながら、まあ、これならいけるなとかこれはちょっと厳しいなというのは試合の中でいろいろ対応していけるのかなって選択していけるのかなとなは思ってますけどねどう動くかわからないのでやってみて楽しみだなという感じですね。 あとあの自分から動くというのはそれこそあのクレベル選手のパターンにはまらないためには動いた方がいいというジジャッジですかうんあの、まあ、自分、どの選手もそうだと思うんですけどまず勝ちに行く勝つために自分からアクションを起こすというのは、まああのまあ、どの選手とやる時もそういうふうには思っているんですけども、まあよりこう彼の動きを見ながら 的確な動きというか、自分の中でこう無駄がない的確な動きをすれば。まあ、ある程度分かってくるかなと思うんで。出て方見ながら。動けるかなと思ってますね。じゃ、町ではなく、こっちからっていう意味ですね。はい。あ、わかりましありがとうございます。はい。はい、試合終わった後、ラーメン解禁だと思うんですけど。どのタイミングで食されるんでしょうか。はい、そうですね。まずやってるお店を探さないといけないですよね。<laughs> そうですね。はい。一日からやってるお店があるのか、ちゃんと調べて。 ラーメンパーティーしたいなと思ってます。はい。